作はチャンネル、こちらのチャンネルを毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、浅草橋にありますカレーショップくってこさんに行ってまいりました。こちらのお店は、間借りされてるカレー屋さんで、浅草橋から歩いて、ちょっとしたところにあるんですけども、グルテンフリーのカレーと、そして味変の方のオイルですね、スパイスオイルの方が10種類から選べる、そういったお店となっております。どういったカレーだったんでしょうか、ご覧ください。本日のカレードン。こちらがカレーショップくってこさんのメニュー表。カレーの方は日替わりで、本日はベジタブルキーマカレーにチキンカレー、そして数量限定の10日丼の3種類、トッピングも数種類あり、そしてこちらが味変オイルのメニュー表。こちらから選ぶスタイル、もちろんテイクアウトの方もあり。こちらが本日チョイスしたベジタブルキーマカレーにチキンカレーのダブル。見るからにゴロゴロとした食感ありそうなキーマカレーに、ほろほろお肉が溶け込んだチキンカレー、サラダもついてワクワクする見た目。味変オイルの方はホアジャオオイルにレッドビネガーオイルをチョイス。それでは本日もいただきます。まずは本日はチキンカレーの方から、旨味十分の優しめスパイス感で本日もうまし。ベジタブルキーマカレーの方はしっかりとゴロゴロした食感が味わえて最高。もちろんそれぞれのカレーをそれぞれライスと言っても相性抜群で、ベジタブルキーマの豆や他の野菜たちの食感が印象的。いい酸味と食感を持たせてくれるわかめのアチャールの方もそれぞれ他のカレーとの相性も抜群で、どんどんスプーンが止まらない。もちろん2種類一緒に混ぜて食べてみても最高。サラダがあるのも嬉しいポイント。そしてお待ちかねの味変オイル、まずはレッドビネガーの方をかけてみると、ほのかな酸味をアクセントにキリッとした辛みが印象的。優しめのチキンカレーがぐっと引き締まった印象で、さらにさらにスプーンは止まらない。そしてお次はホアジャオオイルの方をそれぞれのカレーにかけてみると、若干のしびれ、そして中華感もあり、ここに来て2つともパンチのあるカレーに見事に味変。序盤からのカレーとはインパクトも印象もだいぶガラリと変わる、さすがの味変オイル。日替わりの様々なカレーと9種類の味変オイルの組み合わせを毎日変えて楽しみたくなるような、そんな一皿でした。本日も満腹ごちそうさまでした。幅広く満足できるカレーだと思います。カレーショップくってこさんは、最初にオープンした場所の隣に移転されまして、もともとセルフでのスタイルだったんですけど、そこから変更して、盛り付けたものを提供するという形に変更になりまして、その日はチキンカレーと、ベジタブルキーマの方の2種類だったんですけども、こちらのカレーの方は日替わりでいろいろ変わるという形になってましてね、チキンカレーの方が結構甘めに設定されてるっていうことで、フルーティーな味わいもありましたし、スパイス感の方も良かったんですけども、やっぱり結構個人的にはもうちょっとパンチ欲しいなって思ってたりだとかしたんですけど、そこにやっぱりスパイスオイルの方を足してお好みの味に変身すると。なので別にパンチ効いてこれぐらいがいいなっていう方も多分いらっしゃると思うんで、そういうのに足したように対応もできますし、個人的にはベジタブルキーマのモリモリ感といいますか、食感のある感じがすごく好みで、豆だったりだとかベビーコーンだったりとか様々な野菜が結構しっかりモリモリ入ってますんで、そちらの方に味変オイルでちょっとこれやってみようとか、なんか見てて今回は2種類選んだんですけども、他のを試してみたいなとなるような、そんな一皿でございました。自分の好みの味見つけてみたりだとか、この組み合わせ美味しいなとか、こういろいろね楽しめるお店になってるんで、ぜひ行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。